すごいな。誰もいないと思うんですけど、親指は中心線ぐらいでいいんですけど、このカーブの縫い目をに中指をかける。中指をかけて、この極端に言うとこの半分からこっち側を握る感じで。全部ね。で人差し指はそう添えるだけみたいな感じ。手首を向ける。手首を投げる方向に向ける。はい。で漏れなくこのカーブがついてくるっていうので、こういうことか。だから。ストライク投げたいんだったら、まあ、例えばここら辺に手首合わせて、そこからこう曲がってきたら計算しなきゃいけないからね、変化で、ワンマン振らすときは大体、まあ、どれぐらい、ここら辺、胸元ぐらいに手首を合わせていったら、そこからこう、もうこれはもう多分一緒に曲がるっていうふうに考えてて、はい、カーブいきます、いきますよ、はい、すごい、ほら